小読みよ小読み。どうもです、つくもやよ。ほなまあざっくり今日の小読み言うていこか。はっせん、雨が多い期間言われとってな。嫁取りやら造作やら仏事なんかは今日やって言われとるよ。風情十尾呼んで字長たく成就せえへん言うけや。六曜は全部何事も控えめに、午前は今日で午後は吉。今日の絵とは木の絵とら、木の絵も虎もどっちも陽の木やさかいに、本葉五行の流れは日は言うて、良くも悪くも勢いを増すゆけや。まあざっくり暦の注釈言うていったけど、これらを踏まえてどう過ごすかはあんたさん次第よ。ゆるゆるとえひになるとええね。ほなまたね。